あ、面白い。ちょっとここ寄りますか。こういった場所もあるんですね。こちらがね、庚申塔ですね。立派ですよね。こういったもののね、記念銘はよく裏に彫られるんですけど、ありますね。はい、完成。元年なのかな。1789年。こちらがね、大日如来の、金剛界ですかね。金剛界の大日如来ですかね。宝冠をかぶり、こういった地形に、そしてね、台紙の部分にはね、こういったところにね、お名前入ってますけど、一郎右衛門とかね、安永7年ですね。湯戸の高中、山岳信仰でね、湯戸の山にみんなで行こうかなみたいな、そんな雰囲気ですかね。はい、このような庚申塔と大日如来がございましたよ。はい、こちらはね、子育て地蔵尊です。由来、この地蔵尊は享保6年1722年4月鬼月建立、その後大正4年に作成したと思われる下田居住95名の共有者名簿があり登記されていた。昭和7年救済工事で地蔵堂前の道路拡張される。昭和10年頃、女性信者により1個20銭の錠剤を集め、お堂が完成する。道路拡張と御堂完成祝いに、義太夫と、大念仏供養の祭礼があった。育て地蔵尊は幼児の夜泣きや疫病を封じる願をかけ、お礼に赤や白の布地で作ったよだれかけとを奉納した。平成の、大改修と地蔵尊台座正面に造立年代の銘文が刻まれていたことは大発見です。こういった感じでね、移動するときにね、動かしてみたら、作った年代が出てきたっていう。そちらの正面にあるのかな。どちらかにあるんでしょうね。こちらにはね、お地蔵様への祈りの言葉、オンカカカビサンマエイソワカ。7回ですよ。言葉の説明。恩とは、奇妙、供養などの意味。カカカとは、カはお地蔵さんのこと。お地蔵さん、お地蔵さん、お地蔵さんと一生懸命
お地蔵さんを呼ぶのである。ウィサンマエイとは類まれな尊いお方というようなお地蔵さんへの参加の気持ちを表す、ソワカとは神聖な言葉の最後につけて、その言葉の完成成就を願う気持ちを表す。お地蔵様の縁日は毎月24日夏季は書物の末世。お地蔵様、お地蔵様と親しみを込めて呼ばれる地蔵菩薩、1月24日が初地蔵、毎月24日が縁日、また7月24日は地蔵分が行われ、特に京都が名高い。現在は8月22から24、縁日の地蔵もまた地蔵公に由来すると言われる。なるほどね。オンカカカ、ビサンマエイソワカ。なるほど。